チェス、アパクサーのパイヤです。チェス、アパクサーのメカリタンです。パイヤー、パイヤー、皆さんこんにちは、告知のお時間です。はい、私パイヤーは iPhone6 を買います。 iPhone6 プラスかもしれない。おお、どっちかまだ決めてないんですけど、うん、悩んでいる。多分6プラスを買う。6プラスの方、はい、大きい方ですね。そうです、うん、こっち、こっち、うん、iPhone6 プラス、6で6プラス、はい、をですね、うん、アップルストアの渋谷で購入しようと思っております。おお、そうなんですか。はい、でその様子をニコニコ生放送でライブ配信しようとするつもりです。つもり、予定でございます。予定です、はい、iPhone6 を購入する全工程を、前日のお昼か夕方ぐらいから生中継をします。概要欄のリンクにあるここのページからですね、中継を始めております。なのでバイヤーが iPhone6 を買うというこの企画、うん、中継スタートは18日からです。18日のお昼ぐらいから。おー、そして、続くのは翌日19日の多分お昼ぐらいまで、帰るまでやります。そして、購入をした後にですね、そのすぐ近くにあるアップバンクストアパルコ、もうほとんど道を挟んで、向かい側なんですけども、渋谷パルコ、はい、渋谷パルコ、そこにいるマックス村井氏のもとに届けてですね、2人で新端末の第一印象をですね、うん、思いっきり語り合ってみようと思います。マックス村井氏がいるんですか。いますよ、渋谷パルコにマックス村井来たるです。お、はい、それはやばい。というわけで2人で iPhone6 を開けてですね、どうなってるのか、握り心地はどうかとかですね、操作感はどうかとか、新機能はどうなっているのかとかというですね、そういう最初のチェックというかですね、第一印象、ファーストインプレッションと言ったりもしますが、うん、それを見ていきたいと思います。はい、さらにその後にアップバンクストアで売っている主なケース、うん、それがですね iPhone6 にどんな感じでフィットするのかというのを実機でです、うん、本物の iPhone6 に当てはめてチェックをしていこうと思います。なるほど。その様子はですね、ライターさんの、おそらく兼360氏がですね、現場にやってきて一緒にライブでレビューをしながら、私もパカパカはめてチェックするし、兼さんもそれを見ながら記事を書いたりして、さらにマックス・ブライ氏もすごいなんですね、渋谷パルコに来て一緒にチェックをするという予定になっております。上半身だけがチラッと映ったこうやって行って、はい、来ますので皆さんですね、ぜひお楽しみに。で、そのニコ生を見た方はですね、ぜひアップバンクストアのお店に足をお運びください。はい、ちょっとお店遠くて行けないよっていう方はインターネットのお店の方でも商品が買えますので、はい、そちらをチェックしてみてください。はい、iPhone6 のですね、関連の商品のリンクはですね、概要欄にありますので、ぜひそちらからご覧ください。というわけで、2010年の9月18日19日 iPhone6 購入のニコ生をやりますので、皆さんぜひご覧ください。バイヤー、ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当、バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24では、アップバンクストアで販売している iPhone や iPad、もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを、紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方は、こちらのボタンから、スマートフォンの方は、動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。